ラデク・バボラークは、チェコのパルデビツェ出身のホルン奏者。指揮者としても活動しており、日本では山形交響楽団の主席客演指揮者を務める。音楽一家に生まれ、8歳でホルンを始める。1989年から1994年まで、プラハ音楽院でベドジヒテルシャルに支持し、1994年には難関として知られる。 ミュンヘン国際音楽コンクールで優勝。音楽院在学中の18歳の時から、ジェコフィルハーモニー還元楽団の首席奏者を務め、以来、ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団、斉藤記念オーケストラ、ベルリンフィルハーモニー還元楽団などの首席ホルン奏者等を務めてきた。2009年12月に、2000年から務めていた、ベルリンフィルの首席奏者の座を辞し、退団。 バボラークの尊敬するホルン界の巨匠ヘルマン・バウマンは彼の演奏は我々を18世紀の祝祭的な雰囲気へと連れて行ってくれるチャーミングで柔らかな音色はこの上なく耳に心地よく響きその演奏の繊細さと表現力の豊かさはホルンという楽器を最高に歌わせその解釈は自然な力とナイーブな素朴さを生み出すと評しているテレマン、ハイドンからモーツァルト リヒャルト・シュトラウス、サン・サーンス、現代音楽まで幅広いレパートリーを持ち、世界には自分よりももっと技術的に優れたホルン奏者はたくさんいるが、自分の強みは何でもやることですと語っている。小沢誠二、ダニエル・バレンボイム、ジェームズ・レヴァインなどの指揮者の信頼も厚く、世界中のオーケストラと共演している。2018年6月現在の使用楽器は、デュルク・ チェリストの妻を持ち、娘が一人いる。ありがとうございます。